次の問題。誰にやってもらおうかな。わかる人、挙手。それじゃあ、天川さん。やってみて。分かるところまででいいから。
生の教え方が悪いのかな。するのが先生の仕事なんだけどな。ありがとう天川さん。一度席に戻って。それじゃあ、ちょっと昨日の復習をするね。みんな、よく見てて。
丈夫だから、さっきまで寝てた人に手伝いなんか頼めません。Thank you.
芹沢君。
き、立てる？
そうですか。ねえ、もう一度保健室行く？芹沢、俺たちもびっくりしたぞ。いきなり姫ちゃんに襲いかかるんだもんね。
たち、何度注意されたらわかるんだ。星月先生、あんたもね、いつまでも学生気分でいられちゃ困るんだよ。生徒に舐められてるのがわからないのか。だから、こんな新米に担任なんて無理だって言ったんだ。
こと言わないでください。やめてください。私がよく言い聞かせますから。だから
から乱暴なことは。奴には体罰も必要だ。それが教育というものだ。あんたは、なんでそうやって甘やかすんだ。
どうしました？どうしました？まあまあまあ、今は授業中ですし、大崎先生も穏便に穏便に。
さあさあさあ、授業を続けてください。学生の本分は勉強ですよ。君たち頼むよ。先生ハゲちゃうよ。笑い事じゃなくってね、最近朝起きると髪の毛が抜けてるんだから。
ここまで。これまでのところ、ちゃんと復習してきてよ。お願いだから。